ダウンフォース。ダウンフォースは、走行する自動車に対して空力によって発生する負の揚力、つまり、自動車が地面に押さえつけられる向きに発生する力である。現代のレーシングカーでは、加減速を機敏にするために、車体重量を抑えつつ、タイヤのグリップ力を確保するために、空力によるタイヤ負荷の上昇すなわちダウンフォースを得るように、設計されている。 タイヤの摩擦力を単純に表すと、摩擦力イコール摩擦係数垂直抗力、イコールタイヤを地面に押し付ける力。であるが、規則によりタイヤの摩擦係数は全車両でほぼ同一であるため、グリップ力を高め、コーナリングパワー、CP を稼ぐには、タイヤを地面に押し付ける力を増加させなければならない。しかし、車体全体の質量を増加させて、 これを実現した場合は、カーブ走行中に、完成力と、完成モーメントが大きくなり不利な上、加減速も鈍くなるため、車体重量を増加させずにタイヤを地面に強くしつける、必要があった。そこでウィングを装着し空気の力で車体を下向きに、押し付ける方法が考案された。空力でタイヤを地面に強く押し付けても、車体の質量が増えたわけではないので、 完成は大きくならず車の機敏な動きを妨げることはない。直線路においても高速走行時にはタイヤの路面追従性の低下が起こるが適度なダウンホースでタイヤを地面に押し付けることによりこれを防ぎ操縦安定性の悪化やタイヤの空転最悪の状況であるリフトの発生を抑制することができる。大きなウィングなどで強いダウンホースを得られれば 旋回時の速度限界を上昇させることができるが、同時に誘導効力、空気抵抗も増すことになり直線走行時の最高速度や高速走行時の加速能が犠牲になるため、そのバランスは重要である。詳しくはエアロパーツ参照。ダウンフォースの発生機構としてはまず、ウィングが開発された。板を水平から進行方向下向きに傾けて前進させると、 前方から流れてくる空気の圧力差により、下向きのモーメントが発生する。これを利用するために、車体の全部と後部に2枚の板を搭載した車が登場する。1960年代、軽量なレーシングカーは、急速に高まったエンジンパワーを、いかに効率よく、駆動力に変換するかが課題となっていた。1966年に、シャパラルが、降臨、駆動輪 アップライト、バネ下に柱を取った巨大なウィングを装着し、空気力により強力なダウンホースを得ることで、トラクション不足の解決を試みた。間もなく、バネ下への空力付加物設置は、競技規則で禁止されたが、この試みは現在では型を変えているものの、規則で許されるほぼ全てのカテゴリーで用いられている。現代におけるウィングは、より少ない抵抗で、 大きいダウンホースが得られるようにするため、飛行機の翼を上下逆にしたような断面、横型になっている。角にダウンホースを発生させると誘導抵抗が増加し、それに伴い直線での最高速度が低下する。従って、直線とコーナーでは必要とされるダウンホースの大きさが異なる。しかし、ほとんどのカテゴリーのレースにおいて走行中の ウィング角度を変化させることは禁じられているため、ベースサーキットの形状、直線とコーナーの割合による、ウィング角度のセッティング決定は、チーム勝利のための重要な要素となっている。が登場している。グラウンドエフェクトカーと呼ぶこともある。飛行機が空を飛ぶために持っている翼は、前方から空気が流れてくると上面を流れる空気の速度が、 仮面を流れる空気の速度よりも速くなるようになっている。ベルヌーイの定理により、上面を流れる空気は仮面を流れる空気よりも圧力が小さくなり、これが飛行機を宙に引き上げるエネルギー、揚力となっている。これに着目した、海一チームロータスの降臨チャップマンは、ダウンホースの発生源をウィングだけに頼るのではなく、海一車両を前から後ろへ切った断面を、 この翼を上下逆にしたものと同じようにすれば効率的にダウンフォースを得られることに気がついた。下位車両の幅は2メートルにも満たなかったがサイドスカートと呼ばれる外気が車体仮面に流れ込むのを防ぐ壁を作ることでダウンフォースを得るに十分な車体仮面の空気流速を確保することができた。これをグラウンドエフェクトと呼ぶ。 そのアイディアは1977年にロータス78で実現された。初期のサイドスカートはブラシ状のものであったが、すぐにサイドスカートはベニヤ板になりローラー内ス,スプリングで地面に押し付けられ、効果的に車体下部の空気を閉じ込めた。1981年にローラー稼働スカートは禁止されたが、何度か別の方法でサイドスカートは取り付けられた。 このウィングカーは、車体下部が局面で構成されており、車体中央が最も地面に近く、車体後部仮面は競り上がっており、サイドスカートで閉じられた空間は、ベンチュリー状になっていた。ベルヌーイの定理により、流速が大きくなる、車体下部では、空気圧が大きく下がり、下向きの揚力が発生し、これが、ダウンホースとなった。上は、平面部分が大きく空気抵抗を低減し、 ラジエーターに空気が入りやすくなっている。ウィングカーは球状の地形を走行するときなどにボディ下面に一気に空気が入り込むと舞い上がってしまう。これによる事故が起きたことから1983年には海一でフラットボトム規定が適用さ、車体下部の大部分は地面に平行な平面で構成されなければならなくなった。海一における ウイングカー自体はこれで消滅したが、平面で構成されなければならないのは前後輪の間だけであったか。これ以後も各車とも後輪軸より後ろはせり上がり形状を形成している。これをディフューザーと呼ぶ。ディフューザーは、車体底面と路面との間で加速し圧力の下がった空気、スムーズに拡散し、大気圧へと戻すための装置である。 ディフューザーの容積が大きいほど大量で高速の気流を車体底面に流すことができるためダウンホースの獲得には最も重要なエリア出る。ディフューザーの効果が顕著に現れた例として2009年の F1 が挙げられる。大容量のディフューザーを備えたブラウン GP の BGP001 が開幕から勝利を重ねドライバーコンストラクターのダブルタイトルを獲得する一員となった。 ファンカーとして最初のものは二人乗りレーシングカーカテゴリーのキャン AM でシャパラル2シリーズの車体にファンとファンク同様エンジンを取り付けたシャパラル 2J が1970年に登場した車体下部の空気を強制的に吸い上げて車体下部の空気圧を下げることで車体に強力なダウンホースを与えた。第1では1977年には 多くのチームが前日のウィングカー構造に追随していたが、使用していたエンジンの形状が他のチームと違い、ウィングカー形状に車体下部を形成することの難しかった、会一部ラムチームのゴードン・マレーは、ベルヌーイの定理によるウィングカー化を放棄し、シャパラル二 j のように、車体後部に巨大な排気ファンを取り付け、車体下部の空気を直接吸い出す BT46 バイト 開発た。他社と同じようなサイドスカートを装備しており、ウィングカーとは違い車体下部の空気をファンで吸い出すことでダウンホースを発生させた。BT46 バイトはデビューした1978年スウェーデン GP で圧勝したが、ルールの厳密化と明文化により一線のみの出走で出走禁止となった。詳しくはファンカーを参照。これらの機構は、 空気の流れによって発生するダウンホースの大きさが、車体の速度に左右されるウィングカー構造と違い、自由に車体下部の圧力を調節できたために中低速で圧倒的に有利だ。1960年代後半になると、第1など、モータースポーツでは、タイヤの扁平化が進み、前方投影面積の増加により高速走行時に、 発生するタイヤの空気抵抗が大きくなってきた。そのためにフロントウィングで前輪を避けるように気流を調節したり、フロントウィング自体をラジエータとすること等で克服していたが、1970年前半には後輪の前方にラジエータあるいは水口を設置することがトレンドとなった。1972年、安全性能向上の観点から燃料タンクを保護する衝撃吸収構造が レギュレーションにより義務付けられたことから始まる。運転席サイド及び後方にある燃料タンクを保護するためには、その両側に衝撃吸収構造を設ける必要があった。初期には発泡剤等を取り付けることにより燃料タンクの保護としていたが、発泡剤に代わってラジエータやそのダクトを衝撃吸収構造としたものがサイドポンツーンの走りである。 1970年代後半になると、このサイドラジエータは前日のウィングカー構造の構成部品となり、主要なダウンホース発生装置の一つとなる。大きさも巨大になり、前輪と後輪の間の空間をすべてカバーするまでに至る。しかし1983年には、ウィングカー構造が禁止されたため、サイドラジエータは極端に小さいものが流行になった。 1983年初頭には極端にサイドラジエータを小さくしエンジンに密着させ1970年頃のようなスリムな車体のティゲレル012フォードやブラバム BT52BMW などが登場する。しかしこの頃流行していた下級エンジンの大きな発熱を処理するためこの小さいサイドラジエータは主流にはならなかった。1984年になると サイドラジエータを再度ダウンホース発生装置として利用しようとするエンジニアが現れ、また大型化が推し進められることになる。この構造はサイドラジエータを前後輪の中間ほどまで前に移動させ、その後端と後輪の間に空間を作る。この空間には前述のフラットボトム規定により平面になった車体底面の延長上に平らなを設置した。前方から流れてきて、 サイドラジエータによって押しのけられた空気がサイドラジエータと後輪の間にある空間に流れ込むとこの板を押し下げてダウンホースを発生させる。またこの板が底面下の気流を整え後輪に乱気流を当てないようにするという効果もあった。この構造はサイドポンツーンとして定着し1990年代後半まで継続的にそして補助的に用いられた。 サイドポンツーンによるダウンホースの発生はわずかなものであるがラジエータを前に出したことで車重の前後バランスが向上し運動性能の向上に恩恵を与えたことコクピットを衝撃から守る助けになったというのがその理由である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。